連合軍軍世紀。オーストリアの連合軍軍世紀は、オーストリアの歴史において、第二次世界大戦で、ソビエト赤軍のオーストリア占領が始まった1945年4月13日から、オーストリア国家条約締結の一環で、第二共和国、現在のオーストリア共和国政府が、衛星中立を宣言した1955年10月26日までの間、 連合国4カ国軍による占領統治が行われていた時代である。同時期に連合国の占領下にあったドイツと異なり、オーストリアは連合国軍の分割占領を受けつつも、連合国から政府承認を受けた臨時政府が存在していた。そのため、冷戦が激化する中で、中央政府を構築する過程が不要となり、主権回復時に分断国家となる事態は避けることができた。 1938年3月13日、オーストリア第一共和国はナチスドイツに併合、アンシュルスされ、ドイツ国の一部になった。第二次世界大戦勃発後の1943年11月1日、連合国はモスクワ宣言でオーストリア併合の無効を宣言し、終戦後にオーストリアを元の状態に復帰させることを決定した。 1945年4月のウィーン構成によって、ウィーンがソ連赤軍に占領されたのを受け、カール・リンナーは1945年4月13日に臨時政府を形成し、オーストリアのドイツからの離脱を宣言した。しかし、この時点では、ドイツ銀行がドナウ下流域に築いた利権を守るためのドナウ連邦、構想もまだ主張されていた。終戦後、 レンナーリンジ政府は連合国に政府承認されたが、同時にオーストリアの国土は連合国の列強4カ国によって分割占領された。12月からレオポルト・フィグル政権となったが、実権はレンナーが持っていた。ソ連占領地区により取り囲まれていた首都ウィーンは、その重要性から4カ国の分割統治とされた。1946年9月、イタリアと 南チロルをめぐる協定を結んだ。翌年1月、オーストリアは連合国と講和に向けて交渉を始めた。1946年7月に国有化法が制定された。銀行、大企業、炭鉱の国有化が推進された。水道、電気、鉄道は戦前から光栄だった。一方、人口の7%を占める国内有派が半な地方で、 参政権を剥奪されていた。1949年の総選挙までに規制が解かれ、彼らの参政権は回復した。1955年、オーストリア国家条約の締結、発行によってオーストリアは主権を回復し、連合国軍は10月25日までにオーストリアから撤退した。翌10月26日に、オーストリア政府は衛生中立国を宣言し、 1965年以降は、同日がオーストリアの建国記念日になっている。連合国は当初戦後オーストリアの構想として、ドナウ連邦もしくは南ドイツ連合を設立し、オーストリアをその一部とする計画も立てていた。しかしこの計画は、アメリカやソビエト連邦の反対で実行されず、1943年11月1日の、 モスクワ宣言で連合国によりアンシュルスの無効が宣言されオーストリアを元の状態に復帰させることが決定た。この宣言においてはオーストリアはヒトラーの侵略政策の犠牲となった最初の自由国であるとされる一方でヒトラー陣営において戦争に協力したということも普遍されており最終な責任追及に関してはオーストリア自身が どの程度解放に関与したかの考慮が不可欠であると、された。戦争の終結が近づく1944年末になると、オーストリアでは抵抗運動を行っていたものから、政党を設立する動きが生まれた。1945年3月には、赤軍が国境を越え、4月1日には、ウィーンに到達、4月10日には、中心部に到達したウィーン構成。同日、 赤軍司令官、ヒョードル・トルブーヒンが、視聴者において、ナチス時代の措置の無効と、独立オーストリアの再建が、連合国の目標であると宣言した。4月14日にはオーストリア社会党、4月17日には、オーストリア国民党が成立した。四月十一日には、元首相、カール・レンナーが、ビン・入りし、社会党、人民党、オーストリア共産党の三党で、 臨時政府設立のための協議を行わせた。ウィーンは占領された。その2週間後、西側連合軍はオーストリアに到着した。1945年4月27日、レンナーと3党の代表者の名義で、1938年のアンシュルスは外部からの軍事的脅迫と少数のナチファシストによる反逆的テロルによるものであったため無効とし、 1920年のオーストリア第一共和国憲法に基づく共和国の再建が宣言され、同時に臨時政府が組織された。臨時政府の内閣はレンナーを首相とし、社会党のアードルフ・シェルフ、国民党のフィグル、共産党のコプレニヒラ3人の無人諸大臣で構成されており、内務、教育のポストは共産党、社会政策は社会党、商工、運輸は 国民党に配分されていた。また同日には国家首相の告示が行われ、直ちに自由な選挙による国家の代表を選出する準備に入ることが宣言されている。モスクワ宣言に基づき、オーストリア国土とウィーンは連合国により占領され、軍政を受けることとなった。1945年7月9日の連合国協定において、 アメリカ、イギリス、フランス、ソ連の4連合による4つの占領区域に分けられ軍政が行われることとなった。連合国によって承認された政府ができるまで占領4カ国の代表によって構成される連合国オーストリア委員会によって行われることなった。1945年9月11日、連合国オーストリア委員会の参加にある連合国理事会が オーストリアの最高権力を受け継いだ。10月20日の連合国司令官のレンナー手覚書によって、臨時政府の権限が連合国によって承認された。新たに成立したオーストリアの国家機関は連合国の管理に服し、集団的順保護国、コレクティフ・クワッシプリテクターットに匹敵する、制限的な主権を有す国家となった。 戦後初の議会選挙が1945年11月25日に行われ、議会での投票の結果、レンナーは第二共和国における初代連邦大統領に選出された。なお、ウィーンにおいては1945年9月1日に連合国で占領区域が合意され、ベルリン同様に分割占領された。1946年、 クレディタンシュタルトが国有化された。7月制定の国有化法で銀行や公共事業のほか、工業、鉄鋼、石油、化学、各分野の基幹産業が接収された。その中にはナチスドイツが設立した工場が多く含まれていた。それらドイツ銀行の資金力で技術革新を成していた工場は、とりわけ西オーストリアを重化学工業へ傾斜させた。 1947年1月からオーストリアは連合国と講和交渉に入った。争点は領土賠償であった。まず、ユーゴスラビアがケルンテン地方を要求していた。そしてオーストリア企業がドイツに保有していた資産の処遇も議論されていた。1948年、ソ連が内部対立からユーゴスラビアの領土要求を支持しなくなった。 ユーゴは戦前ウランの特産地であった。1953年、ヨシフ・スターリンが死去すると、講和はより現実的なものとなった。1955年5月15日に、連合諸国とオーストリアは、オーストリア国家条約に署名した。7月27日に発行され、正式にオーストリアは、独立、主権回復を成し遂げた。 連合軍は10月25日に残存部隊が出国した。その翌日の10月26日、オーストリアは衛星中立国宣言を行い、またこの日を祝祭日とした。オーストリアの中立は、スイスやベルギーのそれとは根本的に異なり、国際的な保障がない。憲法で武装中立したオーストリア国民は、自国の中立が積極的な平和貢献によってのみ、 東西陣営からにられることを毎年確認することとなった。独立から二大政党制となるが、上辺である。コアビタシオにより、深刻な政治的割り当てが起こった。国民党の首相には、社会党の大統領が、社会党の大臣には、国民党の次官が就任するという具合である。プロポルツ、比例配分主義、プロポスである。これは、公営企業の幹部や、 大学教授の人選にも当てはまった。1957年には同格委員会という経団連と高級官僚を融合させたような公式の談合がタートした。これらはソ連による接収を阻む意味で国有化政策との相乗効果を上げた。1970年代初頭で国民総生産の2割が公的部門で計上された。1980年代に各州で プロポルツがほころびた。1989年、東ドイツ市民がオーストリア経由で西ドイツへ逃れるドラマが演出された。プロポルツは欧州統合の進捗に従い役を終えて批判された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。